倒れてうって言って、ね、ボタン負けしましたね。じゃあラスト試合行かせていただきます。はい、はい、お願いします。ちなみになんかシンフォさんが同僚の声に似てるっていう声があるんで、もしかしたら後輩に聞いてみてくださいね。はい、ミュート。怖い怖い。意味がわからんわ。それこそメタじゃないかよ。よし、なんかどこにあれだな、何言ってんや。これでミシン、これでミシン、最後からディーキャンプしてるか。あ、おはよう。よし、もう次に行こう。いや、ネットウェイが1個あるよ。ネットウェイのガスはやりたくないな、怖いな。あ、次いっぱいいる。ちょっと、ありんこが溜まってない。まだかい。は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 い。あ、はーい。はい。はい。どちらでしょうか。カフェテリア左上ですね。カフェテリア左上。配線のとこですか、もしかして。配線ですね。はい、配線です。配線。うん、配線。なるほど。左上ですね。アドミンずっと見てて、うん、で、リアクター鳴ってた時に、誰だっけな、アドミンから出てきた人がカフェテリアに向かったんですよね。ほうほう。で、私下行こうかなと思ったんですけど、だいぶ時間かかってたので、アドミンずっと見続けて、うんうん、で、リアクター3とかまで、行って、で、ずっとカフェテリアが動かないなと思いながらもずっと見てて、で、うん、カメレオンさんとかもアドミンに来たんですよね。で、私が先にカフェテリア行って右回りで行って、カメレオンさんがどっち行ったのか、左行ったのかな。で、左側に行ったら死んでたっていう形です、うん、エンジさん、オレンジさん、あの、多分すれ違ったの私じゃないですか。あゆたさんかな。私アドミンでタスクやってて、あれ、ちょっと軽く地図も見て大丈夫そうだなって思ってたんですけど、その時にはその時は左行ったんですか。左行きましたね。カフェテリア経由で、左下の壁を使っていきました。うん、それ光らなかった。すいません、シンフォさん、すいません、風水です。はい。アドミン情報で見てカフェテリアの1があったのってリアクターの緊急になる前からですか。カフェテリア1はその時はなかったですね。なかったですね。いやありましたね、ありました、ありました。はい。見て、はい、ありました。私がリアクターになってストレージの方に行って戻ってアドミン見た時にカフェテリア1ついててですね。はい、あったんだとしたらリアクターに来てた人になるんじゃないですかね。ですかね。で、あゆたさんがその上行ってるってことはもうすでに死んでるっていうのが私の推測なんですよ。え、で、その時レポート光ってないんですけど、うん、でそもそも左上に確認しに行ってないので。うん、その時には黄色さんが来てたかったかどうかはちょっとわからないけど、これどうしよう、インパクトにめっちゃ押し付けられそうなんだけど。ちなみに全然触れられてないんで言いますけど、俺アドミン割とリアクター鳴ってる途中いて、で、あゆたさんが左上抜けていって、誰だっけで、はい、シンフォさんが入ってきて俺が下に抜けていったんですけど、まあ見てますよね。見てますね。はい、全然触れられなかったんで一応俺も行ったんでアドミン見てたんで、カフェテリアに行ったのがちょっと怪しかったんで、そっちの方追った方がいいかなと思ってそっち追いました。 OK です。はい、とりあえず俺もアドミンにいました。うん、なるほどね。
はい。はい。はい。はい、風水です。もうちょっと洗えそうな気がしたんで押してきました。はい。さっきリアクター情報風水出してなかったので出してください。はい。リアクターに最初についてたのが風水で、その後雪風さんが待ってたら、来てくれたので雪風さん風水でリアクター緊急止めました、はい、で止めてから、はい、小早川さんと堀さんとカメレオンさんもでしたっけ、これは言ってないです、いないか、あやたささんですね、あやたささんと堀さん小早川さんが、来てくれて合計5人ぐらいリアクターにいたんで、うん、その後リアクターからみんながどっちに抜けたのかをちょっと話したいなと思って、風水はリアクターにタスクがあったんで残ってタスクしてました。堀は上に抜けて、で上でアッパーエンジンのところでなんか扉が閉められたので、アッパーエンジンのところでなんか一人でグズグズしてたら、多分二人ぐらい下から来て、なんかそれを横目に見ながらメトベに入ってきましたね。多分それ白黄緑ですね。白黄緑か。多分なんですけどリアクター後に殺し起きてるはずなんですよ。はあはあ、じゃあまず上に抜けたその3人も、リアクターが鳴った時にエレクトリカル内に多分高広さんいたんですよ、うんうんうん、で小早川さんも来ましたよね。エレクトリカル1回4人になってた。ジンクタンさんだ、ジンクタンさんエレクトリカル来ましたよね。ミュートしてるわ。はあ、あらはいジンクタンさんエレクトリカルに入ったの覚えてます、ね、に高広さんもいたのって覚えてます。黄色、そうですね、いました。絶対覚えてない腹減っちゃったね今でも私がエレクトリカル入った時にはなんか1人いて、で1人入ってきて1人出てみたいな感じなんで確実に3人はいましたですよね。でその後にリアクターが発生して、俺が最後までエレクトリカル内にいたんですよ。で多分タガヒロさんがカフェテリアの上で殺されてるってことはリアクター直しに行ってないはずなんですね。来てない、あ来てないですね。なので経路としては多分ストレージ通ってアドミン前通ってカフェテリア行って左上で殺されてるはずなんですよ。あそうですね、確かに。もう一つ風水から情報を出すと、風水が、ロングタスクを、リアクターで終えてから上に行って、上で雪風さんを見てなくて小早川さんをアッパーで見て、その後メドベーの通路のとこであゆたそさんもいた気がしてます。確かあゆたそさん最後メドベーに一緒に入りましたよね。そうですね、2人入ってきた気がします。あゆたそさん目線って多分カメレオンが怪しくなるんじゃないかなと思うんですけど、いやでもあまり覚えられないんでアドミンでシンフォさんと一緒に見終わってあゆたさんの LINE しか追ってないですよね。多分そう見えて当たり前だと思うんですよ。シンフォさんがアドミンから出た後にカフェテリアの右側行った時に俺左側に行ってるんですね。行きました。で左側のメットペイの入り口のところで通報ボタンが鳴られた状態なんですよ。で俺は死体は光ってはいないので発見できてないんですね。うん、同じ発言だな。ってことは誰かが嘘ついてるか見落としてるか、うん、さん、うん、かどっちか。いや今のはちょっと難しいの。アドミン入ったら、うん、あ光ったね。光ってて、でも死体がなくてバグだと思って見てたらいっぱい入ってきて通報があったんで、私だと思われるかもしれないんですけど私じゃないです。最初に今の今の経緯で言うと多分カードスラッシュをやるところで
切られていて、うん、テーブルに死体が隠れてたって形ですね。白見えてました。あ、なるほど、はい、あ、バグじゃないんだ。バグじゃないです。隠れる時ある。確かに隠れる時ある、うん、白いのが見えてたから、うん、というちなみにリアクターの後ろに行った人って誰ですか。はい、水色と黄緑とが一番最初。ごめんなさい、もう一度お願いできますか。はい、水色、青、黄緑とかじゃなかったっけ、うん、あと茶色もいましたね。その後に、赤茶色が来たかな。一番最初が、ね、多分水色と黄緑がほぼ同着で2人で分かれた感じ。一応多分青もほぼほぼ同じで行ってて、水戸さんと重なって上を直して、うん、水戸さんとそのままストレージの方に抜けてってるんで、風水目線は水戸さんは絶対違います。うん、多分その直切るか どういうタイミングかわかんないですけど、ナビゲーションのところらへんで風水さんちょっとチャッと見てる。一個気になったのが風水さん、スキャンした後どこ行きました。スキャンした後ネットベイでスキャンされてましたよね。だと右側に固まってるんで、スキャンした後は多分右行ってるんじゃないかな、記憶が。さっき、同じタイミングでリアクターに行ってるっていう一言が出たんですけど、それは嘘ですね。記憶違いかもしれないですけど。いや、嘘じゃないですよ。同着じゃないです。リアクターには僕、同着ではない。そう、同着ではないです。ミツトさんが最初にいましたよ。ミツトさんが最初にいて、ミツトさんが回ってた、はいはい。一応、俺最初で待ってて、風水さんと、ゆきかぜさんが来てるのは確認しているので大丈夫だと思います。うん、そうですね、ほぼ結構早めだったんで。ちなみにこれも殺しは多分リアクター5です。小早川さんがリアクターの後に生存しているのを俺見てるんで。そうなんだ。なるほど。あ、多分だな。ちょっと待って。リアクター、ジンクタンさんナビゲーション方面であったの覚えてます？俺と。はい、ありがとうございます。覚えてない。ケイさんに言うと、リアクターが鳴った時に俺アドミンの中に入ってカードキーやった後にシールド通ってナビゲーション方面に行った時に、小早川さんがナビゲーション方面からシールド抜けてストレージ方面に出るんですよ。で、はい、その時にジンクタンさんと、ナビゲーションのあたりに会って、その後俺はストレージに戻りセキュリティ方面に向かっていて、で今セキュリティのところまでついてリアクターの中に入った時に通報ボタンが鳴っている状況なんですね、はい、なのでリアクター後に殺せは来てるなーっていう感じではあります。であれば、まあ、自分目線風水さんは絶対ないぐらいかな。ジンクタもなさそうな気がするけど。ちなみに一応言ってないけど、第一発見者は私なので後で経路言います。あれ、あ、いらない？いる。まあ任せます。おお。何今のうめき声は。任せます。いや、今のデリバーです。一応待って。カフェ1動いてる。電気室1セキュリティ電気室。多分水尾さん同じこと考えてる。はいはいはい、はい、はい、エレクトリカルの停電直す配電盤の前に、風水さんの死体がありまして、うん、で俺停電中と停電後にずっとアドミン見てたんですけど、はいはい、エレクトリカル停電中にエレクトリカルに3 で停電直った後エレクトリカルの1が動かなかったんで、うん、ワンチャンエレクトリカル、まあ、ワンチャンというかエレクトリカル直しに行った人がほぼやってるんじゃないかなと、そのうちの一人が、はいはいはい、と思ってるんですけど、直したのは誰ですか。最速は私ですね。最速も直していなかったんですよね。もう私直してすぐ、エレクトリカルが出ましたね。その時は私しかいなかったです。で、カメレオンさんがストレージで右に行ったんですかね。で、私のままエレクトリカル暗闇行ったんで、左行ってっていう形ですぐ直して、エレクトリカル出てストレージカフェテリア、カフェテリアからアッパーエンジンの方に向かってる
最中に誰かと合流して、メッドベイに入ったって形ですよ、私が。すれ違ったのがちょっと足しか見えなかったんで、誰だかとか。ごめんなさい、もう一回最終位置、皆さんの最終位置、今通報が入った瞬間の最終位置と教えてもらっていいですか。自分セキュリティですかね。カメラついたんで多分分かると思います。他の方は、黄緑は、エレクトリカルです。水色と一緒に走ってます。アユタソ、赤のアユタソは、灯油のエンジン、エンジン灯油入れるタスクやって、電気の廊下あたりで、だったはずなんですけど、多分ミツトさん見てると思うんだけど。いや、見えてないですね。見えてない。嘘。ジンクタンさんは、私は最終位置は多分ミツトさんと誰かとすれ違ったけど、アドミンの方です。なるほど。ユタカドさんはどこでしたっけ。ミツトさんの後ろ走ってます。なのでさっきのアドミン情報に関しては嘘じゃなくて、エレクトリカル1動かなかったの本当です。自分も見てます。ユキカズさんどういう経緯って言ってましたっけ。ん、どういう経緯に行ったんでしたっけ。ナビゲーションの方からシールドで助け合って、そのままアドミン見てました。さっきメッドベイって言葉が出たのは何だったんでしょう。ん、さっきって、なんかメッドベイっていうキーワード。あ、それ前の時ですよ。はいはい、ごめんなさい、前の時に、前の日です。今のキルに関してじゃなくて、その前の時です。メッドベイの話出たのは。ああ、なるほど、なるほど。あゆたそうです、ごめんなさい。私の姿を見たのは多分ミストさんじゃなくて、ジンクタンさんだと思います。確かすれ違いました。ロワー側のロンハですれ違ったと思います。あれ、カメラ見てたの誰でしたっけ。あ、カメラ見てたの堀です。あ、堀さんね。うん、ちなみに死体の位置ってどのあたりですか。ミストさん、ハイデンバーの前、目の前、目の前です。で、もう一人エレクトリカル入ってる人いたはずです。直しに行った人が、それがまだ出てないです。ちょっとここは冷たいな。押したいってコンパスも終わってるから、やられるかな。やられない形の上で動いた方がいいか。もう大丈夫か、とりあえず。止めろか。シンプル触れ。いや、緊張するんだよね。あ、ナイスナイスナイス。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと聞きたいです。まだエレクトリカル、停電中に直しに行った人が3人いるのをアドミで見てたんですけど、はいはい、雪風さんと風水さんともう一人あったはずなんで、誰か行った人いたら。停電中は僕エレクトリカル行ってないです。行ってないです。あ、停電中は行ってないんですか。はい、今、死体発見の時の水戸さんの後ろを走ってましたって言っただけです。停電中はナビゲーションの方にいました。なので行ってないですってなると、自分なんとなく今名乗り出てないっていうことは、ワンチャンインポスター2人と風水さんで直しに行って、うん、でそのまま殺して2人で出た可能性が割とあると思う。まあ、それ高そうですね、うん、名乗り出てないと。ゆきかぜさんって停電入った瞬間にストレージで俺と別れましたよね。停電入った瞬間、うん、ストレージ通ってないですか。通ったっけな、ごめんなさい、ちょっと記憶がそこは定かではないです。じゃあ停電になった時ってウェポンズからナビゲーション行った感じですか。大津のあたりにいた記憶があるんですけど、上からだったか下からだったかまでちょっとごめんなさい、今覚えてないですね。申し訳ない。コミュニケーションの方に俺が行ったのってさっき証言してませんでしたっけ。証言した私ですね。誰でしたっけ、ごめんなさい。シンホです。シンホです。あ、シンホさんか、はい、後ろついてってました。でごめんなさい、ごめんなさい。行ったんで暗くなるのに右から来ないのかなと思っていたんですけど、エレクトリカル最速直して来なかったんで、なんで右行ったのかなと思いながら。ということは停電を直したのがシンコさん。はい、私ですね。最速直して、その時には誰もいなかったです。はい、すぐ直したっていう形なんで。でも水戸さんの情報だと停電直した時ってアドミン情報で3人だったんですよね。3人なんですよね。3人でしたね。上にいたのかな。停電直さないで上にいる、待ってたってこと。待ってたインポスターが一人になるの奥で。ってことは、水戸さんの情報が確かだった場合って、シンホさん以外の二人がいたわけですよね。うん、うん。シンホさんが村人で、水戸さんが村人だった場合。うん。でも
配電盤の前に風船の下あるっていうのが直してる時じゃないとあそこに立たないじゃないですか。まず本当に目の前に立ってあの死体が転がってたってことでいいですか。そうですね、目の前です。本当にたまたまあそこに転がる。そんなことあります？エレクトリから出てくときとかに切られたってことですか？可能性の話していいですか？はい。風水さんが配電盤で電気を直し、シンフォさんが殺して弁当で飛んでカメラを見るっていうのは可能です。ああ。風水さんが、はい。風水さんが停電を直し、シンフォさんが殺しをし、はい、そこにもう一人の相方がいた確率で3人見ている水田さんがいて、うんうん、その後、シンフォさんがセキュリティに飛びカメラを見ていたという証言をしている可能性はあるかなと。ちなみにカメラを見てたのは僕ですね。あ、堀さんか。堀です。堀さん。あ、じゃあ、その後の。カメラを見ていたときに、シンフォさんは最終位置どこでした？私は、メッドベイの上ですね。はい。最終位置が？最終位置が、はい。メッドベイに入るところですか？入るところ、通路ですね。入ってはいない。あ、じゃあシンフォさん黒です。うん。俺もその線を追ってる。あ、やばい。はい。あ、面白くなってきたんで議論で詰めちゃいますね。はい、はい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 、私後からリアクター来たんですけど、オレンジさんと下2人誰でした？下2人僕と誰だっけ。私ずっと下の今のあれ違うか、あのさっきのメルトダウンです。あ、今のですよね。今のさっきというのはキルが起きた時のでいいですか？いや、違います。本当に今のでいいですか？今のは下自分ですよ、黄緑。あともう一人は茶色、もう一人茶色ですね。今のって話す必要あります？止めてるのは見えてて、上は、シンフォさん、オレンジさんがいたんですけど、どっちかが止めてなかったんです。まあ、シンフォさんが黒と言ったカメレオンはなぜかを話します。はい、シンフォさんが先ほど言っていた最終位置にいたのがカメレオンなんです。で、扉が閉まっている状況でアッパーエンジンにもカフェテリアにもメッドベイにも入れない状況で、俺は孤立している状態でいたので、シンフォさんがその証言でそこにいたという証言をしている時点で嘘をついているので、シンフォさんが黒カメレオンになります。なるほど。え、それはカメラ見てたのは堀さんですよね。あ、堀ですね。メッドベイからメッドベイに入っていくカメレオンって見ました？堀さん。カメレオンさんは見ましたね。ということはシンフォさんが嘘をついていたということになりますよね、堀さんとして。まあ、そのタイミング的にどうなるかわかんないですけど、カメレオンさん視点黒、いや、どうなんだろう、わかんない。それで私、堀さん、私はその上見てないですか？なんかどっかのタイミングで撮ったのは見たんですけど、それが最後の方だったのか、その途中だったのかっていう記憶は結構定かではなくて、だからどうなんだろう、そのなんか扉が開いた瞬間にその入ってきたのか、それはちょっと分かんないです。見られてない。最終位置が廊下っていう話ですよね、2人ともがっていう話ですよね。はい。で、お互い見てないからどっちかは絶対嘘だよねっていうことですよね。うん、ああ、視野的にギリ入んないって感じなんですかね、それは。ああ、分かんないけど。クルーの視野狭いから、その廊下の右と左とか見たら見えないかもっていう話。っていうのはなんか分かんないですけど、っていう可能性は全然あるとは思いますけど。シンフォさん、堀さんのツインポスターっていう可能性はゼロではないと思ってますよね。私は逆にカメレオンさんとアエタツさんも生きてるので、その二郎を追ってます ね。俺も個人的にはエレクトリカル前 の、うん、あのアリバイがふわふわしてるアエタツさんはちょっと怪しいかなと思ってます。いや、シンフォさん目線って堀さんが怪しくならないとおかしいんですか？なんでですか？あ、自分のことを見てないからっていうことか。そうです。あ、それは追ってはいますけど、初日のやったり、その二郎を追ってですね、で、
まだそこは白は見てはいないですね。どこなんだ。ハイレベルな議論でみんなが静かになっちゃうな。確かに。おお。うちはいつも静か。ここは少しかな。出るとかね。ああいうのか。はい、あゆたそうです。はい。はいはい。タスクが終わったっていう報告とキルクールですね。あ、ナイスです。はい、ボタン。いや、殺し入ってますね。入ってますね。殺され入ってて。あ、ミストさんが。失態消し。ミストさんって誰か見てたとかありますか？いやー、あゆたそうは見てないですね。もうもう すぐに右のナビゲーションタスク行ってその後通信行ったんで。あ、タスクって皆さん終わってるんですか？終わってますね。終わってます。終わってますね。あ、じゃあ全員終わってるんだ。じゃあ、勝負に出ていいですか？はい。カメレオン映ってください。え、うん、はい。え、この状況でカメレオン映ってください。あ、そういうことか。はい。そういうことか。あ、はい。俺が30秒以内に終わらせます。30秒。はい。ありがとうございます。なのでインポスターの方は30秒ヒヤヒヤしながら待ってください。ダブルキルで終わりですか？いや、1キルで終わりです。確かに。1キルで終わる。1キルで終わる。いや、逆にカメラさんを取らないと、あの幽霊状態でタスクができないから。そうです。そう、ここで、皆さん視点で5分の2の中を釣るぐらいだったら、タスク残ってる自分を釣った方が勝つ確率がかなり上がると思ってます。個人的に最後のゲームだから面白いんで乗っかりたいです。白いなぁ。これは白いなぁ。これは白いんだよなぁ。入れていいんですか、本当に。入れていいです。逆に残ってて、扉閉められて、タスクの場所も俺は言いたくないので。あ、それは言わない方がいいです。うん、はい。そうですね、完璧に言わない方がいい。なので、乗っかりました。俺を信じてもらうしかないです。乗っかります。僕はもうそうするしかないですよ。お願いします。それしか。そうです。まあ、でも幽霊になれば壁をすり抜けられるんで。必ず30秒以内に終わらせられるという確信があるから言ってるからね。ダウンロードタスクとか2個あるタスクだったら厳しいですよね。いやでもあとこう提案してるってことは、いや大丈夫でしょうか。ロングじゃないな。それではインポスター戦いましょう。ちょっと最後にしては面白い提案だと思いますよ。エンターテイナーだ。すごいな。すごいな。いや、ガチですごいぞこの人。よし、乗っかった。乗っかったから。残念。どういうこと？まだタスク終わってないって言ったの。カメレオンさん。いや、俺終わってますよ。誰？誰？どういうこと？誰？なんで？バグじゃないですか。バグ？いや、自分終わってますね。俺も終わってるんですよ。リアクターのタスクで最後だったんで。いや、もうやめましょう。この状況で何を探すのはちょっと。いやー面白かった。でも今の最後は全然ありですよ。かっこよすぎたよ。なんか負けても負けたら負けたでちょっと、まあ、悔しいもあるし、いやもう俺行けっつってたもんずっと。いやただ堀さんと俊子さんのツインポスターがたどり着いていたんですけど、うん、すごかった。さすがだなって思いました。面白い作戦でした。いやー面白かった。エンターテイナーだなー。いやーバグにやられちゃいましたね。